こんにちは、えのき商店です。今日はベリーブラザーズ&ラッド社の戸場森2008年と大国1999年をご紹介いたします。ですね、まずベリーブラザーズ&ラッド社についてなんですけれども、こちらね、1698年関ヶ原から100年後の江戸時代ですね、日本でいうとその時代から創業しているイギリス最古のワインショー、ワインスピリッツショーです。で、そこのメーカーさんがね、100年以上前から使ってた伝統あるラベルを再現したのがこのラベル。今ね、現シリーズでは復刻ラベルという名前で呼ばれています。このラベルを復活して作られたものになります。で、ボトラーズになるのかな。なので、それぞれ瓶に詰められているものが違うんですけれども、選び抜かれたものが入っております。まずこちらと、こちらが戸場森2008年ですね。リフィルバット9年の熟成物でですね、シングルカスク、選び抜かれたイータルのカスクストレングス、加水してないものになります。戸場森がですね、スコットランドの西海岸に浮かぶマル島の蒸留所なんですね。そこでノンピットタイプの戸場森っていうのが作られてるんですけれども、それのまあいいやつですね。で、香りがフルーツケーキ、ジンジャー、焚き火、ブラッドオレンジのアロマで、味がドライフルーツ、キセル、べっこう飴、フィニッシュに潮風が現れるとのことです。島モルトなのでね、奥の方に塩気が感じられるかと思います。そしてこちらがですね、大国シングルモルト1999年ですね。イギリス、スコットランドのね、一番北にね、ちっちゃい島がポツポツポツっとあって、それを大国諸島というんですね。その中にある一つの島で、カークウォール、どこだろう、ちょっとね、私もまだ不勉強で知らないところがいっぱいあるんですけれども、カークウォールにある蒸留所で作られている、北の巨人という愛称で知られているピーティーなね、大国モルトとのことです。こちらは17年熟成でシングルカスク、カスクストレングス、イータルで、加水してないものになります。香りがフローラルなピートスモーク、そしてドライフルーツ、シトラスのアロマへ変化していきます。味はですね、ふくよかなヘザーハニーの甘さ、ピート、南国果実の味わい、豊かなウイスキーになっているとのことです。オークニーピートのね、なんか特徴的なヘザーの風味がしっかり楽しめるとのことです。私ね、まだね、ちょっとね、不勉強でね、そのヘザーの風味がまだわからないんですけれども、普通な方には楽しんでいただける日本になるのではないかなと思います。ぜひぜひお試しください。こちらの商品、えのき商店のネットショップで販売しております。概要欄にアドレスを記載しておりますので、そちらの方からお買い求めいただけます。ご視聴ありがとうございました。